香川県内の土地改良区をめぐっては先月、高松市議会議員だった男が土地改良法違反の収賄容疑で逮捕・起訴されるなど不祥事が相次いでいて県は今月23日と24日に県内102の土地改良区と土地改良連合にコンプライアンス研修を行いました。 業者の選定基準の明確化や、複数の役員で審査内容を確認する体制づくりを指導することにしています。引き続き、この土地改良区に対する指導を徹底していきたいと思います。また、総務省の調査で、県内の空き家の数が過去最多のおよそ九万千件になったことについて、池田知事は。大きな県政の課題と話し。 県内の市や町と連携して対策に取り組む考えを示しました。